まず、いつも通りプランの方を確認して授業に入っていきたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、では始めていきたいと思います。まず今日なんですけども、6月19日ということで、別教材を混ぜながら、練習をしていきたいと思います。で、今日も同じ内容で目的語と目的人称代名詞、になるんですけども、基本的にはもう日本語からスペイン語へ、スペイン語から日本語へと、ただ、入れていくだけじゃないという練習問題を、今日はやっていきたいと思います。で、それから、今日なんですけども、ちょっと時間が遅れてしまって、10分ほど遅れてしまったので、終わりを9時、10分ぐらいに、しようと思ってるんですけども、それに対して何か問題がある方が今、いれば、マイクをオンにして、話してもらってもよろしいですかね。お願いいたします。はい。マイクがオンにならないということで、全員問題ないということを理解で進めていきます。すいませんでした。最初のところ。で、始まる前に、ちょっとお話をしておきたいんですけども、今日のクラスから、コキタさんの方が、一緒にグループの方に入ります。で、コキタさんなんですけども、ちょっと結構前なんですけど、何年前かはごめんなさい、ちょっと覚えてないんですけども、僕の方がスペイン語を教えていた、経歴がありまして、で、おそらくベースの方なんですけども、皆さんと同じぐらいあるかなと思います。なので、その点を見ても、今授業に入っても、そこまで問題はないかなということで、お互いに話した上で今日から入ることになったので、よろしくお願いいたします。はい。では早速、問題をやっていきたいと思うんですけども、教材送った朝送ったんですけど、そちらを、開いてもらってもよろしいですかね。こちらになります。はい。で、もうここの部分に関しましては、何度も話しても時間の、がもったいないと思うので、もう多くは、話さないんですけども、今日はまた目的認証代名詞をやっていくと。で、目的認証代名詞と言われた時には、直接目的確認証代名詞と間接目的確認証代名詞がありますねというふうな話はもう、前回、前々回と宿題も通してやってきたので、もう問題はないと思います。もうこの形、この表が頭に入ってないと、もうだんだん苦しくなってくるというふうな問題にもなってるので、もうこれはもうきちっと何度も何度もやりながら覚えていって、ください。はい。これが簡単な復習になります。で、早速なんですけども、次のページですね。この問題、練習問題があるんですけども、これをちょっとアップがてらに、ウォーミングアップ代わりにやりましょう。では、1から4までやりましょうか。はい。1から4まで、このカッコでかかっているところまでやりましょう。時間は2分です。やることは、この文を読んだ上で、ここに目的確認証代名詞を入れて、この文を、完成させるというふうな問題になっています。では、早速やっていきましょう。2分でいきます。お願いします。
はい、では終わりたいと思います。ですね、ちょっとまたフリーズしてしまって、ちょっと佐古永さんすいません、ちょっと聞きたいんですけども、今画面見えてますか？画面見えてないです。見えてないですね。僕ちょっと今消したら今度はまたつかなくなってしまったので、皆さんすいません、ちょっと全員に聞きたいんですけども、手元に、僕が朝送った資料がない人はマイクをオンにしていただいても、オンにして教えていただけますかね。お願いいたします。あ、全員あるのかな。そしたらちょっと画面が復活するのをちょっと待つんですけども、またここでフリーズしてまたやり直すと時間がかかってしまうので、このまま進めていきます。で、皆さんのその手元にあるものを読みながら進めていきましょう。では最初の1問目、じゃあ、すいません、聞こえますかね。はい、聞こえます。 ありがとうございます。はい、すいません。ではちょっと始めていきます。なんかすごく調子が悪いので、では進めていきましょう。じゃあまず1番なんですけども、じゃあ、佐古永さんお願いします。文を読んでいただけますか。はい、はい、このセスはカルメン、はい、しラ・コノスコ。いいですね。シ・ラ・コノスコ。これが答えになります。はい。シ・ラ・コノスコ。なぜこれラと言いますと、これがカルメンっていうのは女性だからですね。ここには答えとしてラが入ります。では2番いきましょう。亀田さんお願いいたします。ディレクションでイメール。シ・クラロ。いいですね。ありがとうございます。答えはメですね。メダス・トゥ・ディレクションでイメール。シ・クラロになります。ありがとうございます、カメラさん。では次行きましょう。次は、池田さん、お願いいたします。セニョーレス・ガジェゴ。はい。ロス・インビッタモス・ア・ウステデス・ア・ラ・セナ。その通りですね。セニョーレス・ガジェゴ。ロス・インビッタモス・ア・ウステデス・ア・ラ・セナ。ですね。ここのあなた方というところなんですけど、勉強したように三人称複数になるので、そこはロス・ウステデスですね。ロス・インビッタモス・ア・ウステデス・ア・ラ・セナ。ありがとうございます。では最後いきましょう。ちょっと野中さんの方がマイクが使えない。野中さん、マイク使えますかね。あ、使えます。あ、使えますね。じゃあ、4番お願いします。はい。ホルヘ・テ・プレセント・ア・ミス・パドレス。そうですね。ホルヘ・テ・プレセント・ア・ミス・パドレスですね。君にというところが手になるということですね。はい、ありがとうございます。今、はい、ありがとうございます。で、これで、小北さんの方なんですけども、まだやっているところなので、今のところは聞いていきません。なので、これを見ながらどういうふうな形をやっているかっていうのをちょっと、見ていってから、徐々に聞いていくので、お願いいたします。では、僕の方で今の答えを1から4まで読むので、マイクをオフにしたまま、繰り返していただけますか。では、いきます。1番からいきます。このセサ・カルメン。野田さん、すいません、ちょっと待ってくださいね。すいません。はい、大丈夫です。なんか待って。
もう少しだけ待ってくださいね、野中さん。すいません。野中さん聞こえてますかね。はい、聞こえてます。はい、ちょっとだけ待ってくれ。もしあれでしたらどんどん下やってって構わないです。問題の。はい、はい、お願いします。ちょっとまた変えたので、ちょっと皆さん待ちます。池田さん、たびたびすみません。ちょっともう僕、変な操作をしないようにするので、こっちでいきます。はい、すみません。はい、今ちょっと待ちます。はい、すみません、皆さん、再度ちょっと変えました。もうちょっと変な操作をしないようにするので、もう一度これでやっていきます。では、先ほどの、読むところから、多分もう画面も映ってると思うので、読むところから始めていきます。では皆さん繰り返していただけますか。いきます。¿Conoces a Carmen? Sí, la conozco. Dos. ¿Me das tu dirección de email? Sí, claro. Tres.Señores Gallego, los invitamos a ustedes a la cena. Jorge, te presento a mis padres. 以上になります。はい、ありがとうございます。では、この下の部分なんですけども、これは、皆様が家で宿題の時に、まあ、ウォーミングアップな形で使ってください。はい、早速次のページに行きたいと思います。33ページお願いいたします。この四角の囲っているところなんですけども、こちらの問題なんですけども、この括弧のところを目的格、間接目的格認証代名詞で入れてほしいんですけども、その書いた後に、これを翻訳していただきたいと、何が書いてるのかというのを翻訳してもらう問題になってます。で、1、2、3、4番まで、やりましょう。で、一度答えをすべて埋めましたら、今度は、その、翻訳をしていただけますか。では、時間2分でいきます。スタートしましょう。
はい、では時間になりました。答え合わせをしていきます。ではまず1番池田さんお願いいたします。はい、はい、メエンセニアスエサフォト、はい、チーテラエンセニオ、いいですね。メエンセニアスエサフォト、シーテラエンセニオ、モイビエン、いいですね。こちらではスペイン語では、あ、日本語では何でしょうか。その写真を見せてもらえますか。はい、その写真を見せてもらえますか。はい、はい、あなたに見せます。その通りですね。その通りです。このエンセニアルなんですけども、こちらは、見せる、まあ、教えるという意味になるんですけども、動詞の原型法に書いておきますね。エンセニアル、こういう単語はきちっと覚えていってください。使えるのでエンセニアル、これは教える、もしくは見せるっていうような単語になります。動詞の原型ですね。で、その写真を見せてもらえますか。はい、見せますという文ですね。まあ、厳密に言うと、あなたにというふうになるんですけども、そういう文ですね。はい、素晴らしい、ありがとうございます。亀田さん、池田さん、では次亀田さんお願いいたします。はい、メプレスタストゥゴマでオラシテラ、プレスト、いいですね。では、メラプレスタストゥゴマでボラシテラプレストですね。その通りです。では、日本語で言ってもらってもよろしいですか。はい、消しゴムを貸してくれますか。その通りですね。はい、貸します。はい、消しゴムを貸してくれますか。はい、貸しますというところですね。はい、ありがとうございます。このゴマで、ボラールなんですけども、これは消しゴムになります。はい、消します、ありがとうございます。はい、では次行きましょう。3番野中さんお願いします。はい、ノスエスクリベス、はい、ラロレスエスクリボ、レスエスクリボ、いいですね。はい、私たちに、はい、書いてもらえますか。はい、そのもちろん、はい、書きます。はい、そうですね、書いて、まあ、ここは私たちに書いてくれますかって、ちょっと日本語的には変なんですが、まあ、書いてくれますかということですよね。でも、自分たちに対して何か書いてくれますかというふうな話をしているということですね。で、クラロというのは、日本語ではいというふうな意味になります。もちろんという意味ですね。書きます。ということですね。まあ、日本語で言うと、私たちにとか彼たちにっていうふうな形になるんですけども、まあ、省略しても日本語で書くときは問題ないです。ただ、ノースエスクリビエスと言ってることは、あなた、私たちに何かを書いてほしいというふうなことで理解を していたください。はい。こちらが3番ですね。じゃあ4番いきましょう。坂永さん、お願いします。はい。ノースエスクリビエス。はい。ああ、すみません、4番です。4番ですね。お願いします。¿Quién les ayuda? Yo voy a ayudaros. その通りですね。Les。ここは Les になります。はい。¿Quién les ayuda? Yo voy a ayudarlos. はい。これ、日本語で何ですか？誰があなたを助けますか？はい。私が助けに行きます。はい、誰があなたをというか、ここは複数なので、 あなたたち、そうですね、あなたたち、あなたたちを助けますか。そして答えが私がですね、私が助けます。はいですね、こちらになります。はい。問題なさそうですね。だいぶ、動詞の活用等も出てきたんですけども、まあ、今のところは問題ないと思
割れるので、このまま進んでいきたいと思います。では、1、2、3、4、読んでいくので、繰り返していただけますか。この読むトレーニングなんですけども、非常に大事なので、なるべく僕の発音に近い形で、読んでください。まずは聞いていただけますか。いきます。¿Me enseñas esa foto? Sí, te la enseño. お願いします。2番に行きます。¿Me prestas tu goma de borrador?Sí, te la presto. 3番に行きます。¿Nos escribes? Claro, les escribo. 4番に行きます。¿Quién les ayuda? Yo voy a ayudarlos. はい、以上になります。この読むトレーニングに関しましてはぼちぼちしていくので、徐々に良くなっていくとは思います。ただ文法的な今状態を見ると特に問題はないかなと思うので次へ進みます。この残った5から10ですね、ここを宿題とします。6から10ですね、ごめんなさい、5から10、はい、これを宿題とします。はい、はい、では宿題です。宿題はスペイン語でタレアでしたね。タレアとして置いておきます。はい、では次のページに行きましょう。次のページは、45ページですね。レベル的にはどんどん難しくなっていくんですけども、このここの、8番からやっていきましょうか。次のスペイン語を日本語にしましょうということですね。もうここは間接目的確認証代名詞が使われています。直接目的確認証代名詞も同じですね。なのでこれを見て、日本語に訳してください。1から5番すべていきます。では、時間は2分でいきましょう。ではスタートです。よろしくお願いします。では、答え合わせをしていきたいと思います。では1番、池田さんお願いいたします。はい。はい。あなたはいつも私に耳を傾けます。はい。ここがちょっとあぐらデスクが分かりません。分かりました。いいですね。最初のまず答えなんですけども、siempre me escuchas ですね。siempre はいつもというふうな意味になります。よく使うので、これも覚えておいた方がいいですね。siempre me escuchas。me は私で、escuchas。これはもう活用されてるんですけども、動詞の原型は escuchar。
なんですけども、意味としては聞くですね。なんで、いつも耳を傾けてくれてありがとう。それでいいですね。まあ、もう少し柔らかい表現で言えば、聞いてくれてありがとうと。いつも聞いてくれてありがとうと。で、ここは自分、目になっているので、私を聞いてくれてありがとうということですね。自分の言ってることを聞いてくれてありがとうと。そして、te lo agradezco。これなんですけども、agradezco。こちらの動詞の原型は、agradecer という原型になります。agradecer。で、何を、どれを何を意味するかとすると、感謝するという意味になります。はい、では、これを含めた上で、池田さん、テロアグレデスコというのはどういう意味になりますかね。それをあなたに感謝します。その通りですね。感謝しています。でも、厳密に言うと、それをあなたに感謝していますと。このロなんですけども、人以外にそれ、という抽象的なある日本語で言うあれあれとかそれとかそういう話ですね。そういうものを表すこともできます。で、このロが何に値するかというと、前文で出てきた聞いてくれてありがとうということですね。そのことに関してあなたに感謝をしていますよという文になります。ただ日本語で言うとそんなそのことをあなたに感謝してますとか言うと、ややこしくなってるだけなので、翻訳としては感謝していますという意味でいいです。なので、皆さんも何か感謝をしていると。あなたに対して何かしてくれたことを感謝してますよというときは、テロアグレデスコというのが、きちっとした文になっています。グラシアスでもいいです。なんですけども、そこを勉強しているので、明日から、グラシアスではなくて、時々テロアグレデスコとか言うと、すごくかっこいいですね。で、グラシアスと、アグレデスコの違いというのは、グラシアスよりもフォーマルになります。なので、お客さんとか、サプライヤーさんとか、まあ、外部の人なんかにはこういうものを使った方が、まあ、綺麗に聞こえると思います。はい、池田さん、これに関しまして質問ありますかね。大丈夫です。大丈夫でしょうか。はい、もう覚えていくしかないですね、この単語の部分に関しましては。はい、では次行きましょう。2番、では、亀田さん、お願いいたします。はい。まずはスペイン語を読んでいただけますか。すいません。はい。Tengo los deberes de la clases de español, pero no los quiero hacer. いいですね。Tengo los deberes de la clase de español, pero no los quiero hacer. はい。こちら日本語で何でしょうか。はい。スペイン語のクラスで宿題がある。でもそれをしたくない。その通りですね。スペイン語のクラスで宿題があります。はい。でもそれをしたくないということですね。はい。ありがとうございます。では少し文を細かく見ていきましょう。天語というのはテネールが動詞の原型ですね。持つという意味なんですけども、があるというふうな形で日本語では訳せます。なんで、デベレス、このロスデベレス、デベレスは宿題という意味ですね。メキシコではタレアというふうに僕がさっき使ったような形の方が多いんですけども、スペインのスペイン語ではこのデベレスというのが多いです。デラクラセデスパニョール。このデなんですけども、のという意味ですね。スペイン語でデが出てきたときは、後ろから訳します。なんで、クラセデエスパニョール。スペイン語のクラスの宿題というふうに後ろから訳せますね。があります。そして、ペロはデモという意味です。でも、それをしたくありません。このそれというのはこのロスですね。このロスは何かというと、デベレスですね。キエロというのは、ケレール、欲しい、何々したいの、じゃもう、第一人称に活用されています。そして、アセールはする。つまり、No quiero hacer. それをしたくありませんという文ですね。ありがとうございます。カメラさん。はい。では次に行きましょう。次、3番お願いします。野中さん、お願いします。はい。はい。まずはスペイン語を読んでください。Ese chico es muy guapo. Lo conoces. いいですね。この少年はかっこいい。はい。パリを知ってる？その通りですね。その少年は
かっこいいとか。その人を知ってるということですね。はい、その通りです。Ese chico es muy guapo. ¿Lo conoces?ですね、その人というのはそのエセチコにあたりますね。男性なので男性の三人称はロですね。はい、では次ましょう。4番いきます。4番、坂永さんお願いします。はい、はい、テクトエスタスレビスタス、はい、あなたからこれらの雑誌を取りますか。これらの雑誌、ここなんですけども、取る、このキタールなんですけども、辞書で調べると、奪うとか、取るとか多分出てくるんですけども、スペイン語のスペインだと、どちらかというと、持っていくとか、そういうふうな、意味になります。なので、まあ、これらの雑誌を持っていこうか、みたいな感じですね。持っていきますか。はい。はい。持っていきますかというふうな形になります。てというのはあなた、そしてきとというのは持っていくというふうな意味なので、これらの雑誌をあなたから持っていきますかという意味ですね。はい、ありがとうございます、坂永さん。最後の問題ですね。じゃあこちら、池田さんお願いいたします。はい。ちょっと待ってください。いいですよ。ではちょっとここはカメラさんに助けて、もらいましょうか。カメラさん、はい、お願いいたします。はい、エスタパエジャEsta muy buena. Tela de o aquí. その通りですね。このパエリアはとても良い。はい。あなたにそれを、ここに残しておく。その通りですね。おい。です。はい、ありがとうございます。Esta paella está muy buena. Te la dejo aquí. 日本語に訳しますと、このエスタというのは指示代名詞ですね。このという意味になります。なので、このパエリアはとても良い。Muy buena ですね。とてもいい。そして、Te la dejo aquí。あなたにそれ。それというのはパエリアですね。ここが女性になってますね。なんでここも女性になっていると。あなたにそれをデホというのは、デハールが動詞の原型です。置くという意味ですね。置いておきますと。まあ、残しておきますというふうな形でもいいかもしれないですね。ありがとうございます。池田さん、どうでしょうか。今、これ聞いて分かりましたかね。はい。ありがとうございます。カメラさん、ありがとうございますね。まあ、なかなか、これ、単語が増えてこないとできないので、多分、文法というよりも、文法に関してはそこまで難しくないんですけども、まあ、少しずつ単語を覚えていく必要があるということですね。はい、では僕の方でまた1から5番まで読んでいきます。なので、皆さん、繰り返していただけますか。大事なのはまた僕と同じようなペースで、読んでいくことが大事です。ではいきます。Siempre me escuchas. Te lo agradezco. 2. Tengo los deberes de la clase de español. Pero no los quiero hacer. 3.Ese chico es muy guapo. ¿Lo conoces? 4. ¿Te quito estas revistas? Esta paella está muy buena. Te la dejo aquí. Muy bien.以上ですね。1から5番になりました。では、ここからはもうゴンゴン、今度はスペイン語、日本語からスペイン語にして書いてもらうという文ですね。では、9番やっていきましょう。9番、1から5までお願いします。ここから、コキタさんにも、質問していくので、コキタさんもきちっと、準備をお願いいたします。では、1から5番、2分でいきます。ごめんなさい、3分にします。ちょっと、スペイン語に変えていくので、多分辞書も引かなきゃいけないので、3分でいきます。1から5番すべてお願いします。スタート。
はい、では時間です。答え合わせをしていきたいと思います。ではまず1番、小北さんお願いいたします。はい、エスタコンプタドラエスバラトラコンプロ。いいですね。バラートですか。バラート。バラート、はい。その次は私はそれを買います。もう一度お願いします。ラコンプロ。はい、ラコンプロ。コキタさん、いいんですけど一つだけミスがあります。どこかにエスタコンプタドーラエスタバラートラコンプロ、どこが間違ってるかこれ分かりますかね。ヒントは、形容詞なんですけども、形容詞も女性男性変化をします。バラタ、いいですね。バラタでいいです。はい、ではもう一度これ読んでいただけますか、頭から。エスタコンプラドラエス、あ、エスタバラタラコンプロ。いいですね、ありがとうございます。このエスタとエスタは全く違う、機能ですね。ここはこのという指示代名詞になってるんですけど、こっちは動詞です。エスタで見分けるためには、書くときにはここに発音記号をつけます。この指示代名詞はつけません。ただ、メキシコ人でも基本的にはこの発音記号を入れてメールで書いてるとは稀なものです。なぜかというと基本的に、この発音記号を使わなければ、使わないのであればもう一切それを使わなければその分は成立してしまうからです。逆に一つ使うときちっと全部つけないとそれがミスとなってしまうので、またややこしいということでみんなつけないです、基本的には。ただ厳密に言うとこの違いがあるというのは覚えておいてください。はい、ありがとうございました。はい、では2番に行きましょう。2番、池田さんお願いします。はい、キエロエステリスティドペロミパドレノメロプレセンテノメロプレセンテ。はい、いいですね。文法的には素晴らしいです。ただ、ちょっと、言葉、ボキャブラリーがちょっと、違う場所があるのでそこを直していきますね。まず、キエロエセ、これはベスティードになると服なんですけどもドレスになってしまいます。なので服、まあ、日本語でいう服、男性だったり女性だったりそういうふうな、まあ、服というのはロッパーでいいです。ロッパーですね。なんでキエロエサロッパー、もう一度言います。ベスティードも服です。ただ、ベスティードの話をしてしまうと、例えば男性がキエロエサベスティードなんて言ってしまうと、多分笑われます。なぜかというと、ドレスを欲しいと言ってるからですね。はい。で、その後、ペロミパドレノメロアス。ここまではいいですね。で、ごめんなさい。メまでいいんですけども、これ、ロですか、池田さん。このプレゼント、これというのはこの話ですよね。はい。そうなると、ロで合ってますでしょうか。これはちなみに女性系ですよね。男性、女性、女性ですよね。はい。そうか。ラ。そうですね。その通りです。メラ。なぜかというと、このエサロパとこれが一緒だからですね。はい、すごく細かいようなんですけども。で、このプレセンテなんですけども、実は、これ、レガロになります。レガロというのは、動詞の原型は、レガラールです。これでプレゼントするという意味になります。レガラール。これが、プレゼントする、贈り物をするという意味になります。なので、一人称なので、レガロとなります。では、これを、この完成した文をもう一度、読んでいただけますか、池田さん。はい、キエロエスタロッパペロミパドレノメラレガロ。その通りですね。ごめんなさい、エスタロッパですね。今言われた通りです。このなのでエスタロッパ。はい、素晴らしい、ありがとうございます。はい、では次行きましょう。3番、お願いします。亀田さん。はい、エセコチェムイカロ
No, nos, lo, comprar. No, もう一度お願いします。No, nos, lo, comprar. No, compro か。No, los, compro. はい。はい。惜しいですね。これもいいんですけど、ちょっと違う。なぜかというと、まず、このあの車なんですけども、これ、エセコチェだと、その車になってしまいます。あのという指示代名詞なんですけども、これ、野中さん、わかりますか？はい。開ける。開ける。そうですね。開けるコチェ。と言います。この開けるが代名詞のあのという意味になります。開けるコーチェ es muy caro いいですね。No los compro。ここの、ロスでしょうか。もう一度亀田さん。ここはこのロスはここに来るものというのはこれに対応するものですよね。この話をしてますよね。そうするとここの文は単数でしょうか。複数でしょうか。そこ、ノス、ノスローにしてます。あ、ノス。ノスローにしてます。ノスロー。はい、なるほど。ここなんですけども、ごめんなさい、ロスではなかったです。ローと言ってましたね。こうよりも、ノロ、コンプラモスの方がいいかもしれないですね。まあ、ノ、ノス、ロ、コンプラモス。ちょっと変なので、この場合は私たちには買えないね。私たちはそれを買えないねっていう風な形にした方がいいかもしれないですね。答えとしては No los, no lo compramos。 はい、はい、になります。で、厳密に言うとここは本当はポデールを使うんですけど、今はちょっとこのままでいいです、この答えで。はい、はい、ではもう一度この、完成した文を読んでいただけますか。亀田さんお願いします。はい。開けるコチェ es muy caro. No lo compramos. いいですね。No lo compramos. ありがとうございます。では4番いきましょう。野中さんお願いします。はい。Mi copa está allí. Puedo traérmelo, por favor. Puedo traérmelo, por favor.すごくいいですね。ただ一つだけエラーというかミスが。ミコパエスタアイ。いいですね。で、このアイなんですけども、アジとは、どちらかというと、スペインのスペイン語ですね。スペイン、こちらのメキシコではアイというふうに言います。まあ、たまにアジっていう人もいるんですけども、ほとんどアイなので、アイというふうな形で覚えておいたらいいかもしれないですね。ミコパエスタアイ。ポエドトラエルメロ、ポルファボル。で、ここなんですけども、ポエドになってるんですけども、これ、主語としては、もしこれポエドだと、私が私にそれを持ってきてもいいですかという主語になってしまいます。どちらかというと、これは、まあ、ここには明確には書いてないんですけど、これがあなたに言っている場面だとすれば、その2人、誰かあなたに対して、僕と2人で話していて、野中さんが僕にそれ持ってきていただけますかっていうときには、これ、ポエドではなくて、これ何になりますか？ポエです。その通りです。そうですね、ポエです。で、この場面は、日本語の、まあ、ちょっと、まあ、ここが明確になってないところもあれなんですけども、彼らなのか、あなたたちなのか、あなたなのか、ちょっと分かんないんですけども、これがあなただとすれば、ポエです、トラエルメロ、ポルファゴールですね。これがポエドだと、すごく変な文になってしまいます。私が私にそれを持ってくると。いや、そしたら自分で持ってきたらいいじゃんっていう話になってしまうので、そうではなく、ここは私以外のものになるということですね。私たちもダメですね。はい。なので、puedes traérmelo, por favor ですね。はい。もう一度これ、完成した文読んでいただけますか、野中さん。はい。mi copa está ahí. はい。puedes traérmelo, por favor. いいですね。mi copa está ahí, puedes traérmelo, por favor.はい、では最後いきましょう。5番、迫永さんお願いします。はい。セラベルダペロノデベリアデスピルラ。セラベルダ、もう一度お願いします。
ペロ、ペロノデベリア、デベリア、デシルラ、デシルラ。はい、まずセラ、ベルダ、いいですね。この真実というのは、ヴェルダという意味になります。セラ、ベルダ。ペロです、いいですね。このダガというところ、ペロノデベリア、まずこのべきではないというものなんですけども、デベルが動詞の原型です。なのでまあ、あなたに話しているという仮定にすると、この、二人称の活用というのはデベリアではなくて何ですかね。 ER 動詞、桜永さん。桜永さん聞こえますか。からないです。わからないですか。ではちょっと、野中さん助けてください。これの二人称デベール、何でしょうか。デベス。その通りですね。これは、デベスになります。このデベリアなんですけども、もう少し後ですね。これ直接法未来形になってしまうので、これはまだちょっと使えない。ただ実際の場面では使うことはありますけど、あくまでここは直接法だけ、直接法現在だけを使いましょう。なのでデベスですね。そしてこの後は動詞の原型なのでデシルラ。はい、でもこれなんですけど2つ使わなきゃいけないですね。彼にそれを、でちなみにラはこれ女性形になってしまってますよね。そうするともう一度、彼にそれをというのはどういう形になりますか、桜永さん。最後が O ですか。デシルロ、デシルロ。はい、もう一度いきます。この彼になんですけども、直接間接目的語、目的格代名詞になるんですけども、表で言うと何でしたっけ。彼に、すみません、ちょっと声が途切れてて聞こえなかった。はい、もう一度ごめんなさい、言いますね。この彼にそれをっていうところをきちっと訳していきましょう。でまずこの彼になんですけども、何に当たりますか。間接目的語になるんですけども、ロではないですね。はい、わかりました。ではちょっとこれ助けていただけますか。亀田さん、亀田さんはどういう答えにしましたか。これ、彼になんで、レ、レ、はい。そしてその後にそれをがきます。レ、ロか、レ、ロ。その通りですね。ただ、ここで皆さんルールを思い出してほしいんですけども、2つ、間接目的格認証代名詞、直接格も、直接格も、認証代名詞が来たときは、何か変わるはずです。レロはできないという話をしました。カメラさん、覚えていますかね。はい。セロ。その通りです。デシルセロ。デスクチャ。というのが答えになります。はい。サコナガさん、これ分かりましたかね。はい、大丈夫です。はい、では、坂永さんもう一度、これは、ダメなので、デベリアでシールセラではなくて正しい文でもう一度読んでいただけますか。はい、セラベルダペロノデベスディシルセロ。その通りですね。ありがとうございます。こちらが全ての答えになります。では僕が、1番から5番まで読んでいくので、皆さん繰り返していただけますか。ではいきます。 Número 1. Esta computadora está barata. La compro. Número 2. Quiero esta ropa, pero mi padre no me la regaló. 3. Aquel coche es muy caro.No la compramos. 4.
4. Mi copa está ahí. ¿Puedes traérmelo, por favor? 5. Será verdad, pero no debes decírselo. Muy bien. こちらがすべての答えになりますね。はい、まあ、少し一番最後なんていうのは一番難しかったので、迫永さんもちょっと大変だったと思うんですけども、必ずルールを守ってくださいね。必ず最初に出てくるのは間接、そして直接に、をの順なんですけども、これが2つとも代名詞の場合は、直接、ごめんなさい、にに当たる間接目的語をせに変えるというルールでしたね。こちらは絶対に忘れないように、してください。はい、では次のページに進みたいと思います。ページ、76ページ、次のページをお願いします。はい、こちら最後の問題ですね。今度はこれ日本語で書いてあるので、先ほどの問題同様、日本語に、ごめんなさい、スペイン語にしていきましょう。はい、では1、2、3、4、5、すべてやりましょう。時間は同じく、3分でいきます。スタートです。はい、では、答え合わせをしていきたいと思います。多分なかなかちょっと難しいところがあるので、そこはちょっとフォローしていながら考えて、いきましょう。では、1番小北さんお願いします。ドンデ、ベルテストゥエルマナ。ドンデ、はい、ベルテストゥエルマナ。ベルテス、はい、トゥエルマナでしょうか。はい。はい。その後、答えは、答えが、ラベエスタシオナミエントで東京。ラベエスタシオナミエントで東京。いいですね。はい。ここを少し直していきますね。まず、君はどこでということで、この主語というのはあなたですね。あなたは妹さんにというふうな文になっています。で、会うのということで、ここは、近い未来を話しているので、近い未来を話すときには、いるあという文型を使います。いるは動詞の原型。これもちょっこっと見たんですけども、動詞の原型。これを使うと、近い未来ですね。例えば、ボイヤ
コンプラール。例えばですね。そうすると、私は買いますと。いう未来。私は買います。つまりこれを近い未来でそれが起こるというふうな話になります。なので、それを、加味すると、ここなんですけども、答えはあなたに聞いてるので、いるのあなた形は、これは、不規則な、動詞なので、バスになって、あ、そして会うという動詞なんですけども、これはベルという見るになるんですけども、会うという意味も持ってます。なんで、どんではどこですね。バス、ア、ベル、そして必ず人間の前ですね。人の話をするときは、ここに前置詞のアがつきます。どんではさ、ベル、ア、トゥ、エルマーナですね。これが文になります。もう一度言います。どんではどこですね。そして、いるアなんですけども、ここは君の話をしているので、動詞はバス。そして、あ、べる、見る、あうですね。あ、とエルマーナ。なぜかというと、このとエルマーナは、人だからですね。人を言うとき、何々を見る、あうというときには必ずあを使います。そして、東京で会うんだ、なんですけども、ここも少し訂正が必要で、この場合は、自分がという意味になります。ここまでは合ってますね。ら。そうなると、今のこの、質問の、訂正を加味するとどうなりますか、小北さん。らまではいいです。ベルテ。いいですね。実はここなんですけども、実はベルテ。ベルっていうのは実はこれも不規則でベオになります。私の話するときはベオ。つまり彼女に会うということなんで、妹さんですね。ラベオ。彼女に会いますと。ただ、東京駅でと入ってるので、エンラ、エスタシオンで東京。この円が抜けてましたね。どこででという話するときは、この前置詞、円が入ります。なんで答えは、ラベオ、エンラ、エスタシオンで東京ですね。じゃあ、もう一度、小北さん読んでいただけますか、このすべての文を。ドンデバスタベルバトゥエルマナ、はい、ラベオエンラエスタシオンで東京。いいですね。いいですね。はい、ありがとうございます、小北さん。これに関して今質問はありますか、何か変更したことに関して。いや、大丈夫、大丈夫です。はい、わかりました。では次行きましょう。2番、2番お願いします、池田さん。はい。はい。て、ジャマラ。はい。エスタ、ノチェ。て、ジャマラ、エスタ、ノチェ。いいですね。ただ、ここで足りてないのは、必ずというところですね。そして、今夜、私はと言ってるんですけども、このジャマール、ジャマラと変えたんですけど、活用したんですけども、ジャマール、これが動詞の原型ですね。で、AR 動詞の助、一人称の活用というのは、AR を消して、ジャモというふうな形になります。なので、テジャモエスタノチェ。でも、これだと、私はあなたに今夜電話しますというふうになって、必ずというのがまだ入ってないと。で、必ずは、ちょっとこれもまた本の、隅っこら辺に書いてあるものなんですけども、テネルケ、そして動詞の原型という文型があります。で、これは、どういう意味かというと、何かを、する必要があると、しなければいけないと。何々しなければいけないというふうな、文型になります。なので、これは、yo tengo que llamarte esta noche。 もう一度これを説明します。 yo、 まず私ですね。 tener の一人称というのは tengo になります。そして tengo que、
ジャマール、動詞の原型ですね。で動詞の原型の時は、あの宿題でも出ましたけども、この後ろにつける、もしくはこの前でもいいです。て、てんごけ、ジャマールでもいいです。その場合はこのこれを取った方がいいですね。てんごけ、ジャマールて、もしくは、て、てんごけ、ジャマール、esta noche。そうすると、必ず電話をしますというふうな文になります。はい。じゃあ、こちらのできた文、もう一度読んでもらってもよろしいですか、池田さん。お願いします。はい。Tengo que llamarte esta noche。いいですね。Tengo que llamarte esta noche。はい。この今変えた文に関しまして質問はありますか、池田さん。はい、大丈夫です。はい。まあちょっとなかなか難しいと思うんですが、少しずつ覚えていきましょう。もう活用なんでしょうがないということですね。はい。では次いきます。カメラさんお願いします。3番。はい、ちょっと間に合ってないです。間に合ってない、できてないですか。ちょっとペースが早いですよね。わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、ここ野中さん助けてもらえますか。はい、上です。ベル、ベルメ、はい。そして、フォト。はい。Puedes verme la foto。La foto。はい。うん、喜んで見せてあげる。喜んでがちょっと難しいと思うんですけど、どうなりましたか？どういう答えにしましたか？イエロベルメ。ベルメ。いいですね。なんとなくわかります。でももう少しこれ改善できますね。佐古永さん、どういう答えにしました？すいません、自分もまだ間に合ってないです。まだ間に合ってない。わかりました。そしたら、ここまでに、するんですけども、ここだけちょっと、フォローします。どういうふうにするかと言いますと、見せるという単語なんですけども、実は先ほどの練習の中出てきたんですけども、エンセニャールという教えるになるんですけども、辞書で引くと、その言葉を、使います。エンセニャールですね。教える、それから見せるという意味になります。なんで、ポエデス、君たちの結婚式の写真を私たちにと言ってるので、この、まず、ここに来るの、遠征にあるね、野中さんがやったような形ですね。ただ、ベルじゃないということですね。Puedes enseñarme la foto。でも、君たちの結婚式のと言ってるので、ただの写真ではないと。そうすると、de tu boda。tu というのは君たちですね。そして、boda というのは、ごめんなさい、すボーダー。すというのは、ごめんなさい、この代名詞ですね。こっちの代名詞を、見たときに、す、あなたに値するのはすでしたね。すボーダー。ボーダーは結婚式のという意味になります。なんで、ここは、答えが、ポーデ先生にあめらフォトですボーダーになります。そして、答え。なんですけども、答えは C ですね。Puedo、あなたに聞いてるので、私というふうに答えるので、私はできる。この Puedo、Poder というのは Can と一緒ですね。Puedo、この後には必ず動詞の原型が来ます。そうすると、Si puedo enseñar、そしてあなたにという意味なので、Te、何を見せるんですかというのは La foto。なので、らが来ると。そして、喜んでというところが抜けているので、これは、si con mucho gusto o con gusto になります。gusto というのは聞いたことがあるかもしれないんですけども、意味としては、もちろんとか、喜んでということですね。si con gusto、puedo できますよ、そして、あなたにそれを
ということなので、て、あなたに、そしてら、ラフォトですね。らが来るという文になっています。野中さん、こちらもう一度質問、それから答えを読んでいただけますか。お願いします。君たちの結婚式の写真を私たちに見せてくれる。うん、喜んで見せてあげるよ。はい。エレス・イン・セニャルメ・ラ・フォト・デス・ボダ。はい。あーシー・オングスト・プエド・イン・セニャル・ペラ。いいですね。野中さん、今僕の説明を聞いてどうでしょうか。結構応用になってきたんで難しいなと思います。そうですね、もう応用をゴリゴリしていって、こう実際にどういうふうに使われているのかっていうのを見ていきたいというふうな、今流れにしてます。でちょっと難しかったんですけど、文法的なことは理解はできましたかね、説明した内容。この君たちの結婚式でこれ、はい、すとかじゃない、すでよかったんですか。すです。あ、君たち、そうですね、すですね。これは、あなたたち、君たちのっていうのは、すなんですけども、すになる場合は、ここが名詞に、名詞が複数の場合ですね。ああ、なるほど。はい。はい。その、君たちだから複数というわけではないということですね。はい。はい。他は大丈夫ですか？はい。はい。わかりました。以上が、今日やるところなんですけども、再度今この、訳したところを、読んでいくので、読んでいきましょう。上からお願いします。ではまず、número uno. ¿Dónde vas a ver a tu hermana? La veo en la estación de Tokio. Tengo que llamarte esta noche. Tres.¿Puedes enseñarme la foto de su boda? Sí, con gusto. Puedo enseñártela. はい、ありがとうございました。では以上で今日のクラスを終わりたいと思います。小北さん、何か質問はありますか？いや、大丈夫です。はい、池田さん、何か質問はありますか？質問だらけなんでまた後日します。わかりました。どんどんWhatsApp で聞いてもらって構わないです。はい、お願いします。亀田さん、ありがとうございます。はい、亀田さんお願いします。どうですか、質問ありますか。え、大丈夫です。はい、どうですかね、レベル的にはこうついていけてる感じがしますか。ちょっと早い。いや、置いてかれてます。置いてかれてますか。ちょっと早いですかね。そうですね。あとはい、読まれるとき、読むときですよね。はい。個人で読むとき。はい。もうちょっと間をもらえたら嬉しいなと思いました。わかりました。ありがとうございます。はい、次ちょっと気をつけますね。はい。すいません。同じくカメラさんもわからないときとかは、もうどんどん WhatsApp で連絡してください。はい。わかりました。はい。よろしくお願いします。じゃあ、野中さん、質問ありますか？はい。33ページの、はい、練習1の24の4番。はい。あ、4番。答えは、キリン・エス・アジュダ。はい。はい。これ、直接目的確認書代名詞の「を」だと思ってロスにしたんですけど、はい。これはどうかなと思いまして。あなたたちをごめんなさい。そうですね。野中さんの方が正解ですね。ここ、レスではなくて、レスになってしまうと、誰があなたたちに助けますかというふうな形でよくわからなくなって、誰があなたたちをなんで、ここ、目的確認書代名、直接ではなく、ごめんなさい。間接ではなく直接ですね。これ答え何ですか、野中さん。ロス。その通りですね。ごめんなさい。ロスです。合ってます。あなたたちをに当たる部分は、ロス、ウステです、なるので、ロスですね。はい、ありがとうございます。他に質問ありますか？ないです、これです。はい、ありがとうございます。最後、迫永さん、どうでしょうか？45ページの一番自分間違えたとこなんですけど、はい。9の一番下ですね。はい。9の一番下、はい。あ、そうですね。これ、はい、答えがセラベルだと、うん、ベロのデベスデシルセロってなってるんですけど、はい、ちょっと2つほど、セラって
一人称単数、はい、で、まあ、私な感じなんですけど、はい、デベスってなると、はい、二人称であなたっていうような表現になるんですけど、はい、これは、はい、デボではなくデベス、はい、この文は私は真実を知っているのだが彼にそれを言うべきではない、ごめんなさい、その通りですね。ここは二人称ではなくて一人称ですね。一人称だとどうなりますか。デボ、その通りですね。デボですね。ごめんなさい。これは私の話をしているので、私が彼にそれを言うべきではないということなので、ノーデボですね。はい。もう一つ、はい、これもセラって終わってるんで、デシル、そうですね、セラ。その通りですね。わかりました。すいません。ここのラ、なぜこれローではなくてラだったかというと、このラ・ベルダの話をしてるから、それに基づいてここも女性じゃないかという話だったんですけども、その通りですね。なんで、デシル・セ・ロではなく、セラ。その通りですね。ありがとうございます。さこなわさん。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、以上で、今日のクラスを終わりたいと思います。ただちょっとごめんなさい。スタートが遅れてしまったのと、途中で止まってしまったのも加味して、ちょっと20分延長したんですけども、皆さんありがとうございました。で、宿題ですね。宿題は、ここで括弧をした、ごめんなさい。この下の部分、これですね。ここの5番から、まあ、これをウォーミングアップとして、まあ、やってもらうと。そして、その後に、次のページ、次の次か。はい、ここですね。ここの、ごめんなさい。もう一個宿題があった。ここですね。33ページのこれ、宿題。そして最後、ここ終わらなかったところ、3、4、5ですね。ここも宿題として。ちょっと最後難しいんですけども、応用として、頑張って、見てください。多分おそらくこの辺でわからないときいろいろ出てくると思うので、それは、随時質問をしてください。はい。で、来週なんですけども、テストをとしてやります。で、テストとしては、すごい短い時間でやろうと思ってます。基本的には20分を見てます。で、20分終わった後に、すぐにその答えを確認して、で、ちょっと読む練習がしたいなと思ってます。皆さん、単語を読む発音はいいんですけども、ちょっとまだ流れがついてきてないんで、その流れの読む練習をして、この目的確認証代名詞を終えようかと思ってます。なので、特にこの応用のところですね。もうこの、もう埋めるっていう作業は多分もう皆さんできると思うので、こういった問題ですね。こういったもう日本語からスペイン語に変えられるように、いろいろまあ単語も出てきたんですけども、そういうところをまあ復習して、できるように、まあ、していくというふうな形で宿題をやりながらやっていってください。はい。最後になるんですけども、何か質問はありますでしょうか。もしあれば、マイクの方をオンにして聞いてください。はい、大丈夫ですね。はい、なので来週は、テストになるので、また、いつもと同じように、朝早い時間に、テスト用紙を送ります。なので、もう印刷して、印刷したい方はもう印刷してもらうと。で、いや、パソコンでやるのであればパソコンでやると。で、終わった次第、終わり次第、すぐに僕の方に写真を、WhatsApp で送っていただくと。で、それで、皆さんで、僕の方で採点をするんですけども、皆さんでも、答え合わせをしたときに自分で、自己採点していただくというような形でこれを終わりたいと思います。はい。最後になるんですけども、ちょっとカメラが機能するか分かんないんですけども、カメラをオンにしてもらってもいいですかね。お願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、コキタさん。はい、皆さんありがとうございます。じゃあまずこちらの Google 組から写真を撮ります。ちょっと僕、写真すると、カメラ入れると止まりそうなんで入れません。では行きます。はい、チーズ。野中さん、いけそうですかね。はい、ありがとうございます。僕これ、あれすると止まりそうなんで、ちょっと写真だけ撮ります。はい、行きます、野中さん。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。質問があれば、何か連絡をしてください。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。